先頭駅は、静岡県廃原郡川根本町先頭にある、大井川鉄道の駅である。須又た橋温泉への玄関口となっており、駅の海抜は299.8メートルである。中部の駅100線線定駅。3面5線のプラットホームを持つ、地上駅である。1から4番線は2面4線の、東端式ホームであり、大井川本線の s l 急行を呼び、 普通列車が発着する。改札から大井川本線のホームへは段差を通ることなく利用できる。6番線は井川線が発着するホームであり、大井川本線のホームとの間にある中間改札を通っていくことができる。他のホームよりも高さが低くなっている。井川線の線路は駅舎の横を通り抜けて川根両国方面に伸びており、 東端式ホームではなく短式ホームのようになっている。なお、伊川線ホームの反対側にも大井川本線用の線路が敷かれているが、定期列車では使用されることはなく、5番線の案内もない。駅舎は鉄骨一部2階建てで路地風の外観で、校内には土産屋やうどん屋が営業している。また、駅付近は広大な車庫になっており、夜間大白が設定されている。 金谷寄りのところに転車台があり、現在はほぼ毎日使用されている。この転車台は1897年にイギリスで製造された転車台であり、東赤谷駅から1980年7月20日に移設され、同年11月12日に使用を開始した。手動式で駅員や機関士が5人がかりで蒸気機関車を方向転換させる。 かつてはイベントや映画の撮影でしか使用されていなかったが、2011年に新金谷駅構内へ設置された転車台が同年10月7日に使用を開始したことに伴い、双方の転車台で原則的に常時 SL の方向転換が実施されるようになった。1976年6月20日より49,616が生体保存されている。 同期は2014年3月、機関車、トーマス号運転開始に先駆けて、D51 風に改造され、トーマスのキャラクター、ヒロになった。2015年4月には、かつて新華内野駅郊外側線に留置されていた C12208 を、パーシーに改造したほか、ラスティも、搭乗し東駅で、同列車の運転を盛り上げている。かつては当駅から、 川根両国駅近くまで貨物専用線が井川線と並行しており、伏線のようになっていたが、1960年代後半には、有給施設となっていた。これを活用して、1970年から SL の運行が開始された。これが大井川鉄道の SL 動体保存のルーツである。しかし、当駅近くの道路拡張に支障することから、当駅から、 川根両国駅までの専用線は廃止されることになり、1989年11月26日、限りで、当該専用線による運行は廃止された。また、沢間駅から仙洞森林鉄道が、井川線に乗り入れて、当駅まで運行されており、仙洞駅に併設された仙洞土場で、木材を下ろしていた。仙洞森林鉄道の廃止後、 トラック輸送に切り替わってからも先頭度がは、活用されたが、林業の衰退により閉鎖され、跡地は、現在道の駅奥く大岩木の里と、その駐車場となっている。大井川鉄道大井川鉄道大井川本線、先平駅先頭駅,先頭駅井川線先頭駅川根、両国駅先頭森林鉄道本線先頭駅、沢間停車場。ありがとうございます。